はい、こんにちは皆さん。今回はスケートボードのちっちゃいのミニミニスケートボードを作って遊びます。ペニー系より3割減ぐらいの大きさが欲しいなと思ってました。で、この前スケートパーク行ったら、たまたまちょうど他の方が作ってる方がいらっしゃいまして、で見てて、ああいいなと思ってたら、作っちゃえ作っちゃえってみんなが言うんで作っちゃいました。過程だけ写真でパパッとちょっとご紹介したいと思います。ではどうぞ。最初に古いデッキからデッキテープを剥がしておきます。そして最終的に形にしたいラインを引いてノコギリで切ります。そしてトラックの穴とかも開けておいて、で部品をつけるとこういう感じですね。でこんなにちっちゃいです。カメさんの親子みたい。では試し乗りです。デッキテープあったらもっといけるな、これ。ということで、このトートバッグに収まるサイズでスケボーを作ってきました。デッキテープがあればもっといけるみたいなことをほざいてましたけども、ということでデッキテープをつけてみました。では出してみましょう。でん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 。この裏側は元の板、前使ってた水没した板をそのまんま使ってるんで、名残を残すために傷とか消さないで作りました。超ちっちゃいです、本当に。ででんてんてでんてれれー。はい、アンディ・ウォーホール。牛さん、お花、キャンベル缶。これね、最高ですよ、これ。で、まだデッキテープを貼ってから乗っていないので、これから一体どんだけ滑れるのかを試しに行きたいと思います。ではということで、ビデオをご覧いただきありがとうございました。失敗してまた池ポチャしそうになって、ダイブしてキャッチした時に手怪我しました。擦り傷なんで大丈夫ですけど、こういう感じでこのちっちゃいミニミニスケボー
遊ぶことができました。大成功だと思います。それでは皆さん一緒に楽しく長くスケボーをしていきましょう。どうもありがとうございました。